パルコステージをご覧の皆さん、こんにちは。佐賀海二です。まず母親に電話で連絡しまして、来年生きてる聞きましたね。多分生きてると思うけどって言ってましたけど、どうしたんっていうか、いや、アダムスファミリーっていうミュージカルが決まったと言ったら、もう、あ、そうなんです、絶対生きるわって言ってました。もう本当に僕は人との出会いが運が良くて、もうこのお話のオーディションをいただいた時に、オーディション会場に行った時にもうすごく緊張してたんですけども、演出家の白井さんとお話をしているうちにもうだんだんリラックスしてきまして、それで、まあ、本題のオーディションに入ったわけなんですが、まあ、そのリラックスがすごく良かったのかなと思います。そうですね、そのラーチの生き様とか境遇が僕と似てたり、共感できるところがすごくありますので、そうですね、あとはもうこのラーチという役を僕の体を使って何かを表現して、でお客さんにも喜んでもらえたらもう最高に嬉しいです。今日はまず白井さんが1回と、あと橋本さんが1回と、あとは初めての方ばかりです。ベテランの方たちに囲まれているので、もういろいろアドバイスをしていただければと思います。いや、本当に今回とんでもなく未知数の僕にですね、本当に大きな挑戦を与えてくれたことに本当に感謝しておりますので、あとはもう全力で演じるだけです。それで喜んでいただければと思います。白井さんをはじめですね、すごくベテランのキャストと優秀なスタッフが集結したミュージカルとなりました。ぜひ劇場まで目撃しに来てください。